カトナ。カトナ、カトナ、カタナ、アラビア語、現在のアルイコールマシュラファールマシュラファは、シリアにある古代の都市国家の遺跡。ホムスの北東1 8トル、オロンテス川の支流はジールイコールアスワド、バジイールオスウォードにあるイ、キューテルイコールエルイコールミシュリフェ、テルエルミシュレイフにある。ヨカ。 テルの面積は1平方キロメートルで、西シリアでも最大級の青銅器時代の都市である。ヨカは、シリア砂漠の石灰岩の大地のヘリに位置し、肥沃なホムス盆地に面している。カトナの町を囲む城壁の遺構は現在でも残り、その高さは一部では20メートルになる。城壁の遺構は、泥で作った日干しレンガと石灰岩の破片からなり、元は、 石灰岩が壁面を覆っていたと推測される。城壁の前には堀が掘られている。青銅器時代の都市としては珍しいことに、城壁が囲む都市の形は四角形であり、各辺の真ん中あたりには門が設けられている。四つの城門は白い石灰岩と黒い玄武岩を使ったオーススタット、オーシスタッツ、壁の下部を覆う石の板で覆われ、基礎は岩盤に達している。 門の入り口の幅は4メートルである。町の中心付近にある丘、コリーン・サントロールはアクロポリスであったと推測される。宮殿は、アクロポリスの北にある、教会の大山、ブッテレール・イグリーズと呼ばれる付近にあり、青銅器時代のシリアでも、現在知られる中では、最大級の建物であった。しかし、宮殿の日干しレンガの壁の多くが1920年代の、 発掘の際に見逃されて掘り返されてしまい、石板で覆った壁や、硬い床面が境目を作る部分の壁だけが、残っている。カトナの宮殿の間取りは、マリの宮殿と非常に似ている。玄武岩でできた柱の基礎が多数見つかっており、この柱の使い方は、アララハイ石台7層のヤリムリムを、ユーリームリムの宮殿と比較できる。長さ20メートルは、ある玉座の間など、 いくつかの部屋は、寸法が非常に大きく、杉材でできた量が屋根に使われていたと見られる。この宮殿は、紀元前2000年期前半に遡ると見られ、刀の名前のわかっている、最初の王イシアック王、皇実の住まいとも考えられている。中心の丘の北にある、昭和クロポリスには、2002年に二つ目の宮殿が見つかり、王族の住居と考えられている。8日 テルの上には1980年代からキリスト教徒の街が新しくでき始めている。このミスリフェ、ミスライフの街には2000年現在で2500人の住民がいる。テルイコールエルイコールミシュリフェではフランス移民統治領時代の1924年および1927年から1929年の間にロバート DU メイニール DU ボーイッソンの指揮のもで 発掘調査が行われた。彼は、青銅器時代の宮殿の一部、三つの門、墳墓などを発見しており、その成果は、今日の調査の基礎になっている。1994年にはシリア文化省考古総局、シリアンゼネラルダークターティブアンティキティスアンドミューズ・アムズにより、中央部の丘と門が発掘された。百九十九年には、考古総局、イタリアのウリネ大学、 ドイツの中ビンゲン大学により発掘が再開されたが、2002年の王母及び設計文字の粘土版の発見を契機にドイツとイタリアの調査チームの間で対立が起こっている。紀元前2000年期には、メソポタミア地方とキプロス島、クレタ島、エジプト地方を結ぶ貿易路が形成された。カトナは、ユーフラテス川中流域、マリなどからたどるパルミラを経て、 地中海にいる道の半ばにあった。また、ユーフラテス川沿いのエマル、イマルから、ヤムハド、ハラブ、アレッポ、カトナ、ハソル、電話ホゾア、メギド、電話マックギドを経て、エジプトへ行く道も通りていた。カトナのある、ゴムスボンチの西には、南からのレバノン山脈が途切れ北へ続く、シリア海岸部の山脈が始まる、大きな谷間があり、 地中海沿いの港ビブロスやトリポリへ向かう道が発していた。カトナはマリからカトナを経て地中海に至る鈴貿易の中継地であり、キプロスからの道はこの貿易路を逆にたどってメソポタミアに向かっていた。マリから発見された大量の粘土版文書の中では布や服、ある種の弓、宝石、木材、ワイン、二銀の戦車などがカトナを経て マリに届く品物として挙げられており、一部はさらに、バビロンへと運ばれた。カトナが文献に最初に現れるのは、ウル第三王朝の時代にまで遡る。カトナでは、青銅期時代後期の宮殿のが歴内から、エジプト第十二王朝のアメン・エムハト2世、紀元前1875年紀元前1840年の娘、イターのスフィンクスが発見されており、 エジプトからの影響の強さを物語るものの、このスフィンクスがいつ、カトナにもたらされたかは、はっきりしないため、第十二王朝と、トナとの関係も明確ではない。マリから発見された文献により、名前のわかっている、最初のカトナ、カタヌムカタナム王は、イシアトゥ、イシアドゥ、あったわが助けである。彼は上メソポタミアのシャムシ、アトゥ、シャンシアデュと同盟を組んでいた。 イシアドの後を継いだのは、息子のアムトピ、エル、アメットピエルで、王子の頃になざら、ナッツォラの知事だった人物である。彼の知性は、バビロニアのハンムラ病、紀元前1792年、紀元前1750年、と、同時期だった。アムトピエルの妹、ベルトゥム、ベルトムは、マリの王やスマフアット、ジャスマーデュと結婚している。彼女の母は、 おそらくアッシュールカの出身のラムマシアッシュール、ラメッシーアシャーと見られる。マリの王子ムリリムもカトナ出身のヒメダムフラシム、デカメートルヒューリシムをめとっている。マリがハンムラビに征服され破壊された後は、カトナに関する文献は少なくなる。ヤリムリム三世紀の治めるヤムハド、アレッポがカトナの最大のライバル都市となり、一時はヤムハドに支配された。 ミタンニ帝国が上メソポタミアで台頭すると、カトナは、ミタンニと同盟を結ぶが、エジプトとミタンニの間の係争地となる。カトナ宮殿の一部、宮殿神室、ニニエガル、ニニエイガル神殿と呼ばれる部屋の名文には、ミタンニ人がカトナに住んでいることが書かれている。エジプト第十八王朝のアメンホテプ一世、紀元前1515 15年、紀元前1494年、トトトメス一世。 紀元前1494年紀元前1482年のシリア遠征はカトナにも達したとみられるが決定的な証拠は見つかっていない。カルナックのアメンオーミワデンの第七東門パイロンにはトトメス三世紀元前1479年紀元前1425年がその地世の三十三年目にカトナの地に滞在したことが書かれている。アメンホテップ二世 紀元前1427年紀元前1401年は、オロンテス川を渡る途中にカトナに襲われたが、勝利を収め戦利品を奪った。その中に、ミタンニの戦車の装備もあったことが書かれている。一方、カトナ宮殿の地下から見つかった、設計文字の粘土版からは、以前には知られていなかった、紀元前1400年頃の王、イダンダ、イダンダの名が見つかっている。 ヒッタイトの王シュッピルリューマ一世、紀元前1380年、紀元前1340年のシリア遠征の際、カトナのアキジー王子は、エジプトのアメンホテプ4世に助けを求めたが、彼は唯一神、アテンを祭り、紳士と余るない戦とする大改革に没頭しており、結局、カトナは、ヒッタイトに征服、略奪され、住民を連行された。 シリアの都市国家の中に名を連ねることとなる。この時期のエジプト内外の政策が記された年度版アマルナ文書の中には、アキジ王子がアメンホテプ4世にあてた新書五通も含まれている。またカトネの名は、エジプト第20王朝のラムセス3世、紀元前1180年の時代までのエジプト知史にも記載されていた。エマルから見つかった文献にも、青銅器時代末期。 紀元前12世紀にアラム人がカトナを襲った様が書かれていることから少なくともこの時期にはまだカトナは存在したことがわかる。イオカにはシンバビロニア時代紀元前7世紀にも人が住んでいたことが出土品からわかるがすでに近隣のホムス、エメサが交易路の中継点という役割を奪っていたため取るに足らない町となっていた。 カトナの宮殿跡から脇プロスから輸入した青銅器時代中期の陶器がある。また新たな発掘では紀元前2000年期の陶器工房跡やここで作られた陶器が多数見つかっている。2002年には青銅器時代後期のゴミ捨て穴から頭のない玄武岩製の像が見つかった。この像はヘリの分厚い典型的なシリアのコートを着ており、 これは普通高貴な人物の象徴であることから、名のわからないカトナの王の像と考えられる。同じく2002年には、宮殿の玉座の間の下に見つかった廊下の跡から、設計文字を書いた粘土板63枚が発見された。これらは焼け落ちた屋根の量の残骸に覆われており、筆体との侵略人に隠されたものとみられる。これは、イガンダ王の文書庫にあった文書と考えられ、 き体との脅威に覆われた当時の北シリアの絶望的な政治状況についての報告や国内政治についての行政文書などが含まれている。これらの文書はアッカド語とフルリ語を混ぜて書いた今まで見られない文書である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。